別名はノルディックブーフンド、ノシクブーフンド、ノルウェジアンビュードグなど。犬種名に入っている、ブーというのは簡素な小屋のことであり、ノルウェジアンブーフンドという犬種名は、ノルウェーの掘ったて小屋の守り犬といった意味を持っている。いつ頃から存在していたかは不詳であるが、期限以前からノルウェーに根付いていた知見であることが判明している。元は、 スカンジノビア出身のバイキングの付き人も担っており、バイキングが死んだ時は殺されて、一緒の棺に埋葬されるということもあった。これは、犬が主人と同じ棺で眠ることにより、バイキングが来世に添えった際にも、再び主人の命を守ることができるようにとの願いにより行われた儀式である。このことは一時ノルウェージアンエルクハウンドなどの他犬種の 仕事であると思われていた時期もあったが、西暦900年頃のバイキングの墓から、本種の先祖と思われる犬骨が6体発見され、この説が証明された。だが、実のところ、バイキングと永遠の眠りについた犬は、この二犬種だけではなかったようである。ノルウェーを離れ、バイキングの付き人として、船旅をしていたほか、 その国の羊飼いからは、番犬や牧羊犬などとして使用されていた。番犬としては、羊飼いが、下記に羊を放牧する際に建てる、簡素な小屋の見張りを行う。この小屋は、羊だけでなく犬の主人が夜を過ごすための場所であり、ここを泥棒や不審者から守るのがその仕事の内容である。不審者を発見すると、激しく吠えて主人に知らせる。 羊の護衛を専門に行う森地区券ではないため、不審者が小屋に侵入してきても戦って取り押さえることはできないが、勇敢に飛びかかって噛みつき、追い払うことは可能である。牧羊犬としては羊を一箇所にまとめるのが得意で、ノルウェー以外の国では斜ト鳥やホロホロ鳥、鳥やガチョウなどといった課金をまとめて管理するのにも使われている。 874年にはアイスランドへ移住した人々の一部がブーフンドを連れて行き、それが現地で適応、進化を遂げてアイスランドシープドッグが誕生した。原産地でショードッグとしてデビューしたのは遅く、1920年代である。これをきっかけにブーフンドは北欧各国から注目を集めるようになった。1939年に 正式な犬種クラブが結成されるとブーフンドは、欧州各国や欧米にも輸出が行われるようになり、知名度を上げ、後に不死の公認犬種として登録された。近年ノルウェーでは、牧羊犬としてだけでなく、警察犬や介助犬、ちょうど犬としても使われるようになり、活躍の場所をさらに広げつつある。実用犬や、小毒としてだけでなく、ペットとしても人気があり、ノルウェーでは、 一般的な犬種の一つである。日本犬によく似たスピッツタイプの犬である。ややがっしりとした体型で首が短く尖ったマズルを持っている。耳はピンと立った立ち耳、尾はややきつめに巻いた巻きを、足の長さも日本犬と同程度で足先はしっかりしている。コートは厚く密生したショートコートで防寒性がとても高い。その反面、 暑さには弱い。毛色はミルク、ウィートン、クリーム、チョコ、レッド、ブラウンなどの単色で、体の部分によって毛色の濃淡が異なる。また、それらに少し黒のティッピングが入ることもある。体高41から46センチメートル、体重18キログラム前後の中型犬で、性格は明るく人懐っこく、勇敢で警戒心もある。物覚えが良く、 状況判断力も優れていて、緊急時以外にむやみに人を襲うようなことはない。音話で子供や他の犬とも仲良くすることもできる。生まれつき牧羊犬としての能力が本能としてインプットされていて、物を追いかけてまとめ上げることが大好きである。運動量は大型犬並みに多く、吠え声も刺激上の関係で大きいため、ペットとして飼うには無駄吠えをやめさせるしつけが不可欠である。 かかりやすい病気は特にないが高温多湿の環境で飼育すると地肌が群れて皮膚炎を起こす可能性があるので注意が必要である。ありがとうございます。